どうもワッキーです。本日はですね、ちょっと仕事仲間とね、またちょっとプチ慰安旅行的な日帰りの温泉ちょっとね、また来てるんですけども、で前回は九十九里の方に行ってね、でその前は秩父の方に行って、で今回はねちょっと山梨の方にね行こうということでね、今ね高速乗って中央道の談合坂の、サービスエリアに来てます。でこのね談合坂のねサービスエリアは結構ね美味しい食べ物、飲食店が結構いろいろあるんで、ちょっとね今時間が8時ぐらいなんですけども、まあ、軽くねちょっと朝ごはん的な感じでね談合坂で、食べていきたいと思います。もう今なんかこんな時代になっちゃいましたね。もうねどこにでもスタバがあるという。で正面から右手側にねこういう感じで結構美味しそうなものがいっぱいあるんですけどもね、豚まんとかこれなんか もうめちゃくちゃうまそうですけどね、まあ、ただ今ちょっと朝なんでちょっとこれはちょっと重いですけどね。それでね談合坂のサービスエリアはですね、とにかくサバをしてるんですね。もういろんなサバを使ったメニューがいっぱいあるんですよね。前来た時も結構サバのメニューがいっぱいあって食べた思い出してるんですけど、でもねアルコールがない段階でありえないですね。何用だよ。こんなのもありますからね、サバピザっていうねのもあって、本当にピザの上にサバが乗っかってるっていう感じですね。ちょっと中でねひときわ目立つお店を見つけまして、サバドッグがねなんかすごい推してるお店があってね、でいろんなドッグ系があるんですけど、ちょっとねこのサバドッグちょっとね食べてみたいと思います。それではね、サバドッグが、来ました。めちゃくちゃ美味しそうです。これうまそうですね。こんな感じですよ。もうサバのね脂がねもうめちゃくちゃテカってていい感じですね。でこれバンズ、フランスパンっぽいですね。で結構ね玉ねぎもふんだんに入ってて、でマヨネーズとあとはレタスですね。ちょっとそれじゃあね、サバドッグを、食べてみたいと思います。うんうん、うまい。これね、サバの脂がねもうすごいね、いい感じ、うまい脂が出ててね、これパンと合いますね。うんうまい。まあ、なんで談合坂でサバなのかっていうのはちょっとわかんないんですけど、かなりいろんなところでサバをしてる感じですね。でこれねサバね骨も全然入ってないんでね食べやすいですね。うん、でなんかあっちのお惣菜コーナーがあって、そこにねセイダのタマジっていうねなんかちょっと謎な名前の商品があって、まあ、こんな感じでねなんかじゃがいもになってるんですけど、ちょっとね、これもね、ちょっと連れが買ってきたんでね、ちょっと食べてみたいと思います。匂いはもう甘い感じのタレで、あ、じゃがいもですね。お、おいしい。結構ホクホクですね。なんで聖田の玉じゃないのかちょっとわかんない。わかんないけど。うん、おいしい。で、これタレはね、味噌ですね、味噌使ってますね。うん、じゃがいもに甘い味噌のタレを絡めた感じですね。マジで食べにくいね。なんかね、もうこれでね、すみません、また毎度おなじみなんですけど、これでご飯食べれますね。なんか付け合わせでこのレモンとピクルスが
入ってますね。ちょっとレモン汁かけました。うん。これさっぱりして美味しいですね。で結構ね、この談合坂のサービスエリアの中はほうとう、うどんとか、あとラーメンとか、あとね、丼物もあったし、パン屋もあったし、もう中はね、本当にいろんなものが食べれるところがね、お店がいっぱい出てるんで、まあ、結構中央道乗った際にお腹空いたなって時は談合坂のサービスエリアは結構おすすめですね。それでは今ね、談合坂でサバドッグを、食べてきたんですけどね、もうとにかくサバサバサバばっかりでね、まあでも本当に僕サバ好きなんで、もうすごく美味しかったですね。朝からいいものを食べれました。ぜひね、高速の中央道を乗った際は、談合坂サービスエリアによってサバの食事がいっぱい味わえるんで、食べてみてはいかがでしょうか。ではこれから、山梨県の方に行って、日本一の金運神社の方に、行ってきたいと思います。それで今ですね、山梨県のここが日本一の金運神社と呼ばれている神社がありまして、でちょっとね、今日はここでお参りをして、その後ちょっと温泉行こうかなっていう感じなんですけども、中での撮影とかそういうのがやっぱできないので、ここの入り口までっていう形なので、今ねちょっと軽く撮ってるんですけども、まあ、ここからね少しでもちょっと金運をね、見てる皆さんにもちょっとね届けばいいなって思ってるんですけどもね、はい、今からちょっと参拝をしていきたいと思います。それではね、先ほど日本一の金運神社で参拝をして、でその後こちらのね近くにある藤山温泉っていうのがありまして、でこちらでもう目の前が富士急ハイランドなんですけど、ここのね天然温泉でね日頃の疲れを今から取っていきたいと思います。今ですね、温泉に使ってきました。露天でねしっかり温泉で温まって、でその後赤すりをやってきましてね、まあ、久々に赤すりやったんで体ねかなり赤が出たんですけど、でその後に岩盤浴でこうじっくりねデトックスして、で今出てきたところですね。でここのね藤山温泉はすごくね施設が充実してて、まあ、3階と4階にレストルームというかね休憩室というか、すごくね広々とゆったりできるスペースもあって、でもちろん食事も食べるところもありますし、であとねここね前にねちょっと今日曇ってるんでね見づらいんですけど、富士急ハイランドねもう目の前にあるんですよね。今日はね中央道の談合坂のサービスエリアで、サバドッグを食べてね、でその後日本一の金運神社の方に行って、でこの、藤山温泉ねしっかり疲れを取ってっていうね、まあ本当に月に1回、まあ、こういった感じでね仕事をしてるね仲間とかと結構こういった、まあ、慰安旅行というかね日帰りなんですけど結構ね定期的に行ってるんで、ぜひ日本一の金運神社、参拝終わった後はですね、この藤山温泉でね疲れを癒してみるのはいいと思います。でこの後ちょっとまたねゆっくりしてきますんで、以上ワッキーでした。ワッキー TV をご覧いただきましてありがとうございます。この YouTube 以外にも Twitter、Facebook、Instagram をやっていますので、そちらもぜひよろしくお願いします。あとワッキー TV の動画を見て自分もやってみたい、行ってみたいと思っていただければ高評価ボタン、それとコメント等もいただければ嬉しいです。最後にまだチャンネル登録をお済みでない方は、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。